JR 四国とことでんは消費税による改定を除けば27年ぶりとなる運賃の値上げを明日から行います。ともに平均で 10% を超える大幅な値上げです。通勤通学客が多く行き交う今朝の JR 高松駅です。 JR 四国では明日から平均で 12.51% の運賃値上げとなります。主な区間では高松岡山間が現在の1550円から1660円に、高松丸亀間が560円から630円になります。仕方がないのかなとは思いますけどね、いろんなものが値上がりしてるんで。ことでんでは今夜行う運賃表の掛け替えに備えて新しい運賃表の準備を進めていました。ことでんの平均値上げ率は 10.9%、 主な区間では高松筑豊ことでん琴平間が630円から730円に、高松筑豊長尾間が470円から550円になります。ことでん使ってまた違うところに行くことがあるので、そこは少々痛いかなっていう感じです。いろんなところが値上げしていると思うんで、やっぱことでんさんも結構大変なのかなって。今回の値上げの理由としては少子化などの影響で厳しい経営が続いてきたことに加え、新型コロナの影響で利用者数が大幅に減少したことなどが挙げられています。今回の値上げについて香川大学経済学部の西成教授は、鉄道経営を支える一定の効果はあるものの、将来的に地方の公共交通を維持していくためには政策の転換が必要と話します。社会的な状況からしたらもちろん仕方ないというところあるんでしょうけれども、やはりまあ地域経済のこととか、あるいは今後のその街づくりの展望から見ると、まあこうボディブローのようにずっと効いてきて、民間の会社の運営でそちらでこう採算取れないところは取りやめをしていくというような、今確かに流れもある中で、どっかしらそのやっぱり日本のその公共交通の政策をこう転換するっていうのはどっかしらやっぱり必要になってくるんじゃないかと。今後地方の鉄道をどうしていくべきなのか、そんな議論も見え隠れする中での明日からの運賃値上げです。